はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。今日は5月の26日、第12回目の、カフェランチャンネルの配信になります。皆さん昨日ですね、安倍総理が会見してましたが、どうやら緊急非常事態宣言が解除されたということになります。よかったですね。まあよかったと言っていいのかわかりません。なんか緊急に解除したという感じですね。はい、ということでですね、あのカフェアンサンブルは、一応6月2日をまた再オープンに、一応設定しました。これからまあ1週間後なんですけれども、これからちょっと準備をし直して、皆さんに来ていただけるような環境を整えていきたいと思います。で、まあ、一緒にやっています音楽教室のです、エコルドアンサンブルも6月1日からは教室でのレッスンを再開していきたいと思います。ただまだね、あの皆さんの意識の中ではあの外出したくないっていう人もいるし、まあ、逆にね、もう外行きたくてしょうがないっていう人もいるんだとは思いますが、まあ、いろんな人にちょっと対応しながらの、営業、そしてから、教室の再開というふうになると思います。6月2日からはですね、基本的には、曜日に関係なく12時から6時までの営業という形で、一応ピラフの、お昼とかね、ピラフは一日中出してるんですが、ピラフも出すことにします。ということですので、食べることもできるし飲むこともできるという状況を作ります。で月曜日はもともと定休日ですので、月曜日はお休みさせていただいて、火曜日から日曜日まで12時から6時までの営業としたいと思います。とりあえず良かったね、できるんだからね。なんかすっかり休みボケしちゃってえっていうような感じでございます。なんか働きたくねで、あの東京都の、まあ、やり方としてはランク付けでですね、なんか1、2、3と3段階ぐらいに分かれてます。なんかステップですね、ランクじゃなくてね。ですので、まあ、最終的に全部解除された段階では普通の元の営業に戻したいと思っております。まあ、それまででももう営業ができるというだけで本当に嬉しいことだと思います。ということで今日はその6月2日再オープンのお知らせをさせていただきました。そして今日はですね、アンママにはゆりかごっていう曲を歌っていただきたいと思います。どんな曲ですか？そうですね、あのゆりかごっていうのは平井孝三郎さんあのっていう作曲家がいらっしゃるんですけど、あのその先生が詩も曲もご自分で作られたというとっても優しい、いい曲だと思います。はい、ということで、ではゆりかごをお楽しみにください。はい、お願いします。Thank you.
かごの歌を聴いていただきました。はい、お疲れ様でした。いい曲ですね、やっぱね、とても優しい曲だと思います、ね。はい、それで、このカフェアンチャンネルなんですが、営業が始まると今までのペースはさすがに配信が難しいかとは思いますが、とりあえず営業開始前までにもう一回できるんじゃないかなと思っておりますので、その後はまあ1週間に1遍ぐらいのペースでもね、続けていきたいかなと思っております。それではまず6月2日私たちはちょっとそれに向けて準備をします。はい、じゃあまたね。はい、来てくださいね。